取れてますか？取れてますか？取れてます。中さん、田辺、中さんと田辺、本日はバスツアーに参加します。あ、でもオタクだから、あのバスツアーって言うとね、ちょっとね、あのね、あのあれ思い出されるけど、あれ思い出されるけど、キッコーマンのウーロン茶だね、思い出されるけど、思い出されるけど、まあでも今回はね、はい、まあそう、やっぱまあここら辺にも出てるのかな、ここら辺に、はい、まあ含んでるんでね、含んでるんで、ちょっと今日はそのバスツアーにね、で、まあちょっと我々どこに行くかちょっとね、バスツアー分かんないんですけども、はいはい、今日はもうぶち上げて楽しくやっていきましょう。そうよ、どこ行くんだろう、楽しみだな。バスツアー、バスツアー楽しみです。このバスですか？このバスか。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。これ、あ、バスツアーの方ですよね。あ、ガイドってことですか？ガイドさん、おはようございます。よろしくお願いします。あ、中さんと田辺と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいいバスツアーがあるって聞いたんで、はい、来てしまいました、はい、よろしくお願いします。しかもこのバスなんか始まってばっからしいじゃないですか。はい、まあまあ、お手並み拝見と行きましょうか。バスツアーにうるさいんでね。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昼ご飯食べて眠たくなってないですか？はーい。あ、これが、小さいお友達の声しか聞こえないぞ。大きなお友達、眠くないですか？はーい。ちょっと恥ずかしいよね。じゃあメイドイン吉本の皆さんの力で動かせるんですね。そうなんです、どうやら、はい、なので皆さんでちょっと掛け声をしてですね、いいですか、はい、まず出発させていただきたいなというふうに思います。なるほど、はい、そしたらね、このバス出発しますんで元気に行きましょう。一発で決めようか。やばい、行きましょう。吉本さん、バスは出発しかこの爆音でございます。爆音ツアーでございます。ありがとうございます。はい、吉本新喜劇の音楽の音が、それではバスが動きますので、添乗員さんから大事なお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。これで今からですね、このバスは約およそ20分かけてですね、堺の方へ向かいます。堺の町へ向かいますよ。はい、堺伝承館という施設に向かいます。そして、はい、この A コースの醍醐味ですね、吉本の伝統、吉本新喜劇特別プログラムをお楽しみいただけるコースとなっております。特別プログラム、そして予定では17時頃に新大阪へ向かうコースとなっております。よろしくお願いいたします。さあ、もちろんその堺伝承館、そして新喜劇、面白いプログラムになってるんですが、はい、このバスの中でももちろん楽しいこといっぱいでございますよね。なるほどね、やっぱり。ハズマスライド芸人も一緒に楽しませていただきたいと思うんですが、はい、はい、これ誰も上げてないからあげるしかないんだよ。誰も上げてないから。ちょっとなりますか、ね、はい、どこでもいいですよ。どこでもいいですよ。上げ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 。あ、また。あ、じゃあ、あのメガネのお兄さん、ボーダーのお兄さん。はい。あ、東京です。東京だって、なんで東京でバスに行くの？まずコロンビアとか、どうもしよう。白い人の女の子ですか？はい。兵庫近いじゃん。ごめん、ちょっと負けたわ。それ子供に回っちゃうんだよ。東京の勝ちだよ。はい、東京の勝ち。それはね、先にね、東京って言ったお兄さんが悪いんだ。最悪だ。白いやばい、白いとクイズの人許さない。なあ、東京の方が近いって。東京の方が近いって。東京っごめん、東京って言ってごめん。東京って言ってごめん。でもね、兵庫も奈良もね、はい、こんなことになるんだって。はい、というわけであっという間にね、いやなんかもう皆さんの会話楽しいから、もうあっという間つきましたよ。かまされたね。はい、東京のやつかまされたな。レベルが高いですね、やっぱ大阪は。でもやっぱこうお話とさ、うん、その普通のガイドが相まってすごいいい ね、ずっとおしゃべりするから。何より子供が可愛い。やっぱいいね、ファッサーの子供ってなんかいいよ。ファミリーに最適です。最高ですね。というわけで来ました、はい、刃物の伝承館、はい、堺伝承館さんですね。はい、でこちらが包丁の、包丁とか刃物ですね、はい、堺が刃物、ちょ、西日が、あ、すいません、西日がすいません、何よー、何やってんだ、このドに集まって。はっ、ええ、どういうこと、吉本ってのは、あの吉本がなんか芸人に渡す給料少ないらしいじゃないか。やばい、えよっしゃー、おい、もっとカナリアのボンさんじゃない。あ、ここだ、お前、他のお客様もいるんだ。撃て、ちょっと待って、やばい、スリー、スリー、スリー、ツー、ワン、ファイヤー、ドーン。
これはあっちに見つかった。もういい、タクシーで逃げるぞ。すごい。引き続きお楽しみください。丁寧な、なんて律儀な、タクシーね。タクシーすごい。え、あ、ずっと、ずっと、粘りが、粘りが、優しい、優しい。先に入ってどうぞって。粘りが。ただのバスツアーじゃないね。一体感がある。気抜いてたね。これが、伝承館見て回るだけだと思ったらさ。いや、もうそんなもやっぱ、最初の、やっぱ、吉本ですね。あ、すごいな。いやー、なんかすごいね。すごい。楽しかった、やっぱり。じゃあ次は刃物を。でも、なんか私たちが刃物見ると、ちょっとキモいな。絵的にはキモいかな。ちょっと大丈夫かな。オタクが刃物、大丈夫か。オタクが刃物、ちょっと、まあ、楽しみましょうか。楽しみます、はい。行きましょう、行きましょう。2期は何でいきます？クジラ切り。クジラ切り。クジラ切りかっこいいね、あれね。取ってなかったな、それ。クジラ切り取ってなかった。私はね、ちょっと一通り見たけど、クワ切りだね。こいつは強いぞ。クワ切りは強いでしょ。ここにかけるか。しかも面もでかいから防御にも使えるんだ。和田さんは？私はメディアスたち。これはメディアスたち？一気にも首。いける？いける、これは。首蹴るからリーチ短いよね。なんか群青戦記の卓球のやつみたいなこと言ってんな。首一気に蹴る。群青戦記の卓球部のやつみたいな。二つ持ってるもん。あ、卓球死にました、卓球部のやつだ。いや、わかるよ。クジラ切りわかるね。強そう。強え。武骨な。わかる。こうよね。なあないんだよ。クジラ切りっていう名前だけ。あ、でこうよ。構えはこう。構えはこうよ。本番こう、ね、あ、なるほど。で、京都でも昆布おろしだけども、うん、終着点の境まで来て、その昆布を小さいでね、いわゆるカミソリみたいなので小さいで、小さいで、うん、普通のおぼろ昆布、あ、おぼろ昆布、うん、さっ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 を連れて行った。それで相間違いで行った。そう、公園のゲームで見ました。それなかなか、やっぱ美味しいんですね。じゃあ美味しいです。これやっぱね、やっぱ美味しいんですね。でね、これ見たらね、ものすごい鋭利なもの。あ、本当だ。カミソリやっぱ違うですか。そう、違うですか。まだ何も言ってない。まだ鋭利な刃物しか言ってないですって。うん、美味しい、美味しい、あ、美味しいです。食べたいな。下で見てください。下でね。下で出てる。下で出てる。カメついな、こいつ。下でじゃあ。カメつい。こいつはちなみにそのあれなんですか、包丁系というか鉄の加工とかだったんですか。いやいや、私は。もう書いてます。コンブロードね。そうです。北海道からね。ちょっと下で買っていきます。はい、よろしく。ありがとうございます。いや、すごい。伝統がね。だから、堺が昆布の加工業で栄えて、今実は刃物があったから、はいはいはい、じゃあそれで加工できる、だから台所って言われてるんですね。ですね、はい、いや、すごい、ありがとうございます。今向こうの刃物ね、あ、はい、あの包丁の古い、ね、店はね、ニューヨークにもあるし、オタワにもあるし、うん、この夏はある、うん、古い、古くから。で、その産業の始まり、境の始まりがやっぱりこう鉄であり、刃物だったと。まあ、ちょっと食べようかな。いただきます。すいません。昆布を食べ始めたのはどうも奈良時代だろう。はい、あ、奈良時代なんだ。そんな前から。そう、あの、あれの、言うと副総院長ね、の中から出てくる。これ何やで、昆布や。昆布、昔の昆布が。じゃあやっぱ北海道からその境に、今もこれも境に流れてるし、境の市場みたいなのあるんですか。漁港はありますけどね、かつてのような漁港は、あ、ま、もう今はそのまま北海道から直送できるっていうか、そうですね、世界から、はい、当時はだからそのために皮を干して加工してやってた。はい、そうです。質問がずっと出てくるやっぱね。ありがとうございます。すいません、すいません。有名なのが酒屋さんの紅花、紅花の花だ。あの花の作り方を教えた酒井所。
出た、やっぱ堺商人のね。で、して、紅花がね。紅花が使われました。だから、堺はね、今でも、商工会所なんかメンバーは、かつての繁栄は堺のおかげでした。なるほど。だから西の本当発展には欠かせない町だったと思う。そうだったんです。はい。どうも。すみません、おめでとうございます。はい。お茶の町としてもやっぱりね、戦略戦利休がね、やはりやってましたから、だからこういう線香とかね、そういうお茶の世界っていうのも結局ね、文化としてね、ちょっとバス、ちょっとこういうだから香料とかもそうですよね、お父さん。結局これも堺の、バス出ちゃう、バス出ちゃう、バス出ちゃう。もう坂の敷物もそうですね。なんでお前がガイドしてんだよ。なんでお前がガイドしてんだよ。敷物っていうのはこれだからシルクロードとかからやっぱり通ってきたんですけど、それが一番最初日本に通ったのが堺だったんですよね。で、これ鯉のぼりですよね。ちょうど明日5月5日なんですけど、堺の人じゃん。でも堺のやっぱり鯉のぼりって言ったら本当に、お前堺の人じゃん。すごい有名だったんですよ。それでも金太郎、金太郎って言ったらもう大阪の本当にあれですから金太郎が行かれちゃってる。あ、そうかそうか。追い越しちゃった。出しちゃった。追い越しちゃった。すごいなんかすごい楽しくなっちゃった。いやすごい、やっぱいろんな伝統知りましたね。うん、ダメですよ。話聞かないとあなたに。私も私で良くないけど、あなたもあなたで話聞かない。聞いてました。こんな人でしょ。聞いてて、ありがとうございます。コンボ、あ、じゃあコンボ美味しいんですか。食べれるんですか。ダメつい。いやコンボなんだから。二人とも良くない。味方が本当に。食べれるのかなと思って。だから良くないって言ってる。食えて当然みたいな。ただ下で帰るってこと、ね、もうほんともう時間なくなっちゃう。お土産物とかもおトイレもあんだから。皆様、お楽しみの吉本新喜劇特別公演見に行きますよ。特別公演だからね。さっきもさ、新喜劇見てました。あの、東京でしょ、ずっと NMB も出た回とか。あ、そうかそうか、NMB がね。さあ、それでは皆さん、開演をお待たせいたしました。吉本新喜劇の開演でーす。拍ベルトしてるんだよ。ベルトしろよ。お世辞もします。あと何人か連れてこい。よし。
並べろお前ら、並ぼう今日はどこから来たんですか。はい、今日は東京都秋葉原、地下です、ここ地下です、撃たれそう、秋葉原来ました。なんだこれ、なんだお前は。中須さんと申します。はい、中須さん、聞いたことあるぞ、中須さん。あ、本当ですか。ありがとうございます。それは何でしてくれたんですか。してくれたら嬉しいんですけど。あ、俺はこいつが苦手だ。あ、マジし、マジし、申し訳ない。はい、いいね、なるほど、イエーイ、イエーよし、やったー。なんで、寄せ書きの最新誌、これプレゼントします。ありがとうございます。はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、あれ、はい、あ、よかった、大丈夫と思いました。よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。大きな拍手お願いします。皆さん、お席に戻ってください。精神年齢が一緒なんですよね。すごい素晴らしい、すごい素晴らしい、よかったよかった。あ、残そうとしすぎてよかったね。いやいや、すごいね、ちょっと大人の方一緒になって、ギンギンだったけど、いや、すごかったんだけど、ギンギンでしたよね。ギンギンだったの、ギンギンというと、あの声量がバグってました。まず声量が届かないかなって。いや、ちょっともう、もう邪魔をしてました。あ、邪魔してた。いや、なんか共感性周知っていうか。わかる。あ、わかる。ちょっと、いや、頑張れって思った。だから、なんか頑張れって思って、頑張ろうと思って。でも頑張りすぎちゃってるなって思って、キュッてなっちゃったね。キュッてなっちゃった。でもよく勝ったよ。どうしよう。あとで謝ろう。大きい声出しすぎてごめんなさいって。最後の叩かれたように叩くのやめてください。ちょっとあれは本当に。いや、叩かれちゃうんだよ。うち、大きい声出しすぎたから。そう、そう、ひらり感が。違う違う、叩かないでって言って。叩かれたけど、叩かないでって言って、本当に叩かなくてさ、めちゃみんないい声ですよ。いい声だったらそう。ほしがりさんかなって。欲しがり頑固さん、こんなんもらっちゃってさ、これすごいね、恥ずかしい。でも本当にすごい体験だよね。こんな、しかもずっと撮れるし、今ね写真撮影もできるし、すごいね。オッケーです。ありがとうございま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 す。うわ、すごい、これはすごいな。できるっていうね、夢の舞台よ、これ。ドラインしたーって出れるからね、これね。うん、すごいよ、これできるっていうね。吉本のならではのツアーだな。すごいね。じゃあこれサインさ、もうサインもらってね、くにあげたら。そうね。うん。あ、どういう状況？あ、店の中で。よかったら。今日サインもらったない？もらってない。あ、じゃあこれ思い出に。うん、思い出になるから、いいよ、お互いな、大阪の思い出に。みんなで食べませんか、思い出に。みんなじゃあ座ろうか、ここ子供たちみんな前に座ってもらって、すっごい喜んでた、よかった。全員集合写真だ。ありがとうございました。ポンさんワールドさん、また。この中のね、ガスガイドさんもガイドさんもそうだから、すごいね、新喜劇の人たちと生でやれる。
後でね、すごい経験じゃん。押してたんですよね。あ、そうです、その後も。いい経験をしてたんですよね。そのためにやっぱりもう、西の地で、インターネットを飛び出たら、やっぱ私たちなんてもうまだまだもう。そうですね。やっぱインターネット、精進しない。こいつ誰だ。いや、まあそうね。そうですよ、やっぱこんな感じ。精進しない、精進しない。はい、というわけで、バスツアー、楽しんで終わりました。ボリューミー。すごい面白かった、やっぱり。2時間、3時間、2時間ちょい。何時間、まあ、3時間ですね。ボリューミー。最後にお土産も、こちらいただいちゃってね。うまそうな。いいね。チョコ。吉本さんっぽいね。チョコの、いいね。こういうのも嬉しいよ。そのバスツアーっていうことで、楽、なんかちょっともう年取り行くと、自分でいろいろ決めて、なんかどっか行くよりは、もう決められたとこ、しかもそこが、ちゃんとその添乗員さんも、ちゃんと普通の添乗員さんもいて、で、あとお笑い添乗員さんもいて、なんか参加型っていうのもね、すごく良かったですよね。いや、良かった。でも一つは、参加型？参加型。参加型？参加型？あ、今曲持ってきたんですけども、このツアーに、参加される、皆様、新喜劇に、もし人質に取られてしまった場合は、張り切りすぎず、はい、とても変な空気になってしまいますよ。というわけで、そういうわけか。はい、バスツアー、これどうですか、バスツアーレベルは。はい、おすすめ度、バスツアーおすすめ度どうですか、これ。レベルなんて言うと。レベル何部ですか、これは。おすすめ度は。レベル。おい、触っちまえ、こいつ。あ、めっちゃ。やめてー、助けてー、助けてー。なんで今の恥ずかしそう。不思議なもんで。このバスツアーは最高のバスツアー。中津さんも最高の男だ。ああ、笑うんだったら、もう飛行機も来てよ。飛行機取るな、ニッキー。飛行機いいんだよ、飛行機は。俺さ、うん、もう、ちょっと探さないで。え？ちょっともう。おい。おい。中津さん。さあ、どうするんでしょうか、彼は。全然待ちますね。ね、待ちますけど。ぐるって、ぐるって。ぐーって戻ってくるのかな。ぐーって戻ってくると思う。あれ、どうした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 、え、あれ、これで終わる、探さないでください、探さないでくださいって言ったから、どっか行くのか、はい、で、あ、もう終わったかなと思ったんだけど、まだ撮ったやつが、すごいびっくりです、探さないでください、探さないでください、探さないでっていうのは、そのね、あ、で、こう、収まりかなと思ったら、どっか行っちゃうのかな、いや、違う違う、もうこれで終わってると思ったら、持ってきたら、次までって、あっち、あっちになるから、探さないでくださいって、どこに姿見えんのかなとか、うん、あ、いやいやいや、ここで、ここ新仮面ライダーのポスターみたいなのが、ごめんなさいね、なんかややこしいことしてまあね、皆さんもね、大阪のバスツアーに友達とか家族で参加したら、はい、普段の友達とはね、違った一面が見れたり、まああとやっぱりバスツアーってことでね、はい、その本当に自分たちが用意しなくてももう楽しませてくれる、で、楽しいプランがあるんで、これもおすすめです、うん、皆さんぜひバスに乗ってください、楽しみます、探さないでください。え？ちょっと長さ。長いんだよ。長さ。長いんだよ。長さ。長いんだよ。探さないでください。こうしてたらどうなるの？ん？こうしてたらどうなるんだろうな。いや、確かにね。まあね。どうせ取ると思ってた。どうせ取ると思ってるもんな。いや、まあね。茂みからね、音が聞く。まあ本当にね。堺の商人も。良くてね、堺のおじちゃんが本当によくてね、良かったね、探さないか、かまってちゃうかよ、魔法カード発動、強制チャンネル登録、ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる、1345678911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 1